私の美人に対する感情は片時先週ですよ。美人、私はさらに良い香りになったと思いませんか？良い香りが溢れ出しましたね。美人はこれまで以上に私のことを好きになったのではありませんか？輝きがさらに増しましたよ。勤労は美徳ですが、手の艶を失ってしまっては本末転倒ですね。欲しいものはありますか？どんな称賛の言葉より美人の笑顔の方が私を心地よくしてくれます。これほどの窮地に追い込まれるとは。傷ついた私の姿を見るのは若には耐えられませんよね。君たちの振る舞いは美人に対して失礼ですよ。美人の願いならばやり遂げましょう。どこに行くかは若次第ですよ。あまりの美味しそうな香りに修行僧ですらお寺の塀を飛び越えてくる。仏頂鐘という名がついた由来となった有名な詩です。もしや美人も私の香りに誘われて壁を飛び越えてきましたか？美人はご存知ですか？一日千秋という言葉があります。さしずめ私の美人に対する感情は片時千秋という感じですよ。おはようございます。今日の美人は昨日の美人よりもさらに愛らしいですね。そろそろお休みですか？良い眠りになりますよ。あ、その前にお休みのキスをしませんか？ありがとうございます。この贈り物をくださった美人の思いが何よりも嬉しいです。美人にはまだ私のことを知る余地が残されているようですね。私の髪を触りたいのですか？いいですよ、好きなだけ触ってください。美人の手なら心地よいですから。美人から私に触れたんですよ。それなのにどうして頬をあからめているんですか？気になるようですね。美人のぬくもりを感じた私が動揺するかどうか。性別は関係ありません。美しい人であれば見とれてしまうでしょう。ああ、若は私の奇妙な噂を聞いたのでしょうか。私は悪い人ではありませんよ。そこだけはご安心を。美人は本当に照れ屋ですよね。そんなことではこの後の褒め言葉はとても聞けませんよ。おや、なぜ目をそらすのですか？美しいものをめでるのは当然のことではありませんか？私の香りが好きなんですよね。だったらもっとそばに来たらどうです？ほら、美人を見ていると嬉しい気持ちが溢れてきます。この感情の名前を美人はご存知ですか？